畑保古川は、駅島中央部を流れ、東部の内海に注ぐ二級河川である。駅島では、北部の谷江川を上回る最大の川で、流域のすべてが、長崎県行き市に属する。川地川とも呼ばれる。流域には、物のノ田原、北田,田原、深江田原といった平野部が広がり、国の特別史跡に指定された春の辻遺跡も、この川の下流域にある。 足部町湯竹地区の西にある鉾の小山を水源とする。本流はまず西、ついで南へ流れる。柳田方面からの支流が合流した後は東へ、流路を変える。下流域は、約3平方キロメートルの川地盆地が広がり、大原、湯竹、池田、深江といった集落がある。川は町、谷川や池田川などの支流を合わせながら、水田地帯の中を東へ流れる。 川千本地の最下流に春の辻遺跡があり、旧石器時代から中世までの複合遺跡となっている。内海へ注ぐ河口域は、域島を形成する溶岩大地を刻む谷となっていて、両岸に丘陵地が迫る。水源が標高135メートルと低い上に、勾配も緩く、流域のほとんどが標高50メートル以下である。昔は海だったとも伝えられている。 川地盆地のみならず川に沿ったほぼ全域が水田に利用され、域最大の稲作地帯となっている。本流に対して流域面積が比較的広く、降った雨が同時に川に集まる。さらに流れが緩く蛇行が多かったため、流域は古来から洪水が頻発していた。1952年から1959年に高地整理事業に伴う、 河川回収が行われ、旗保護川の流れは直線化された。また1992年から2004年にも河川回収が行われた。ただし度重なる河川回収によって、淡水魚や日本石メなど各種水生生物は大きく、個体数を減らした。ありがとうございます。